生児保つ親3月1日没年不明は、日本の実業家、政治家。元合子会社、第2商会代表社員社長。元鳥取県西伯郡、私村会議員。女優、塚陽洋子はいとこ。明治45年3月1日、鳥取県西伯郡、私村に、庄司連の長男として生まれる。昭和11年、東京帝国大学経済学部卒業。 昭和17年鳥取県石炭等製常無取締役昭和21年鳥取地方裁判所調停委員昭和26年号子会社第2商会代表社員社長昭和35年京和地下工業代表取締役社長昭和36年鳥取県教育委員昭和37年博愛病院取締役社長 昭和38年白愛病院理事長。生じた持つ親は、奥出雲の三輪王子主、23代、田辺長江門の全面的な世話で、島根県平田市の木酒から嫁をもらった。この恩義に報いるため後年、法親はは24代、田辺長江門の嫁に二代目、坂口平米の四女横を世話したという、先生追悼録。ザウの名は、礼節、 誠実、温知心。父、正治連 ABCDEFGHIJ、鳥取県人名録293ページ、人事更新録、第8版、四九十五、米子商業史118ページ、ありがとうございます。